じゃあそこで確かに秘密保護法は特定秘密保護法はまあ天下の悪法だと思うから問題だと思うんですよでもね問題はやっぱ冷静に問題ここが問題だって言えばいいだけであって、うん、若干そっちも今度別の意味で感情のフックになっちゃったところが今回あったのかなと思うんですよね。ななののででそこで犠牲になったものは何かとというと 実はこ今日会期末、うん、たくさん法律が通ってるんですよ今回でも今度の国会行ったらもう秘密保護法しか見てないから、うん、何が通ったかを全く報道されてないに等しいと、うん、なのでちょっともうあの細々としてるもの全部はできませんけど一応代表的なものっていうかですねだけご紹介しておきます今回は結構重要な法案がいいっぱい成立しましまたえっ、ー、とですね まあ、あの特に宮根さん、なんか言,う言った方がいいのありますか、まあね、この電気事業手法はこれは大事ですよね、うん、民主党政権のと、はい、まに、あ、積み残してしまった改正案ですよね、はい。電力システム改革というものを、ねまあ、3段階で進めるということなんですが、最終的には発送電分にまでいくと、ただ3段階なので、うんえー、今回、う、え、た、ー、っているのは、2015年に全国規模で電力需給を調整する広域計。えー ななんだ広域系統運用機関みたいな、まあ、ず随分生ぬるいものですけどで16年に2016年に電力小売りの参入を全面自由化だから家庭用も、えーまあ、一応自由化になると。 で,、ね、で地域独占をなくすというのが一応決まったとでかいですよ16年には地域独占がなくなると。うね、もう一ついくつか下の方見ていただきたいんだけれども、うん、いいですか下の方にちょっと振っていただけますかあの生活保護関連に関する2つの法律ですねこの2つは大事だねこの,この生活保護に関するです、ね、2つの法律もあの実は日本社会の在り方をですねあのまあか,かなり早い 速度で変えていくあの中長期的というよりも結構もう短期的に変えてしまうかもしれない枠組みなのでこれも非常に重要ですよね。で,ねで、まあ、国土強靭化法とか薬事法については、まあ、ここでも扱ったことがありますけれどもまああのいや本当にそんなことでいいのかみたいな問題もいっぱいありながらもしかしまあ アアイディアとしてです、ね、ある方向性に向かってしまったっていうものですよね一応ね、うん、えとこれ実は宮本太郎さん中央大学の宮本太郎先生にインタビューをしてこの話を、うん、あのこの生活保護のところの2つは、うん、2> あの聞いてるんですよね。でね、まあ、宮本先生はこっちをとにかく通したいとでこれはまあセットになっているでこっちは前にも話しましたけどむしろこれは生活保護がより 受けにくくなるあるいはそのまあ要するに不正受給とかに対する何て言うんですかその取り締まりを厳しくするような要素があってあのそうでなくても今本来もらうべき人でもらってない人が7割以上いるっていう現状でさらにこっちをねまああの一時あの芸能人がお笑いタレントですかの親がなんか年収があるのに不正にもらったのみたいなことが騒ぎになったことを受けて。 であの片山さつきさんなんかがとにかくそっちがけしからんとでもらえるべき人でもらってないの,がの方が圧倒的に多いのに対して、うん、0トですよねその不正、ね、はね0.4%、ねね、に対してその0.4っていう意味で言えばそれこそ 7, 7割がもら,えもらえてないっていう本来もらえてなきゃいけないもらえてあるいはそれで餓死しているケースなんかもあったのに、うんえー、さらにそこを締め付けるというのが通ったけどでも,でもこっちが。 えー、なんとかこれをここから抜け出すためのいろいろとまあそのトレーニングをしたりですね。ねあの片山さつきがやったことがまさにね感情のポリティクスの典型なんですよ、うんで。物事の優先順位について混乱させるようなですね人々のまあ冷まし寒し属性に訴えたんですね。うん うん、なので、まあ、これはセットとはいえですね、うん、あの全面的にお詳しいことではないんだけど、うん、ただ、まあ、こっちをとにかくしなきゃいけないだろうということで、うん、これセットじゃないか多分今の与党では通らなかったという意味では、うんまあ、しょうがないのかなとであとは、ね、宮台さんね、えー、とこのまあちょっと障,障害者の,あの権利条約の批准はちょっと後でちょっと言及したいのでそれから一応これをお答えしておくとこれがまだ現時点でこの金曜日の夜の時点で この辺がまだ、えー、最終的にはあの可決まで行ってないんで一応通る予定だということで言ってきますまあなんかあの2日くらい会期を延長するって言ってるので、まあ、これは別にしてシャンシャンシャンとかで通すんじゃないかと思いますあとはね、えーまあ、ど,どうしようかな例えばあの集団訴訟法案っていうのはねある意味ではちょっとあの画期的でこれあの、うん、悪質商法なんかの被害者を一括して、まあ、いわゆる英語で言うとこのクラスアクションのようなものが できるようになってます、ね。日本はそれが今までなかったという意味なの<っ>意味では、あの結構重要かもしれない。これも一回扱ったことありましたね。ありましたね。うん、あとはまあこれあの、えー、国土強靭化基本法が。 これはあの基本法なのでこの中に数字が入っているわけじゃないんですけども、まあ、建国家復帰法ですねやってしまうと。で一応あの災害に対する防災っていうことが目的と書いてあるんだけど、うん、例によって「など」うん「など」がしっかり入ってますので <laughs>、まあえー、どこまでそれが拡大するのかなという意味ではあのいろんな意味で心配はされますが一応これが今回、ね、災害ににに強い国家になるために使われることを祈りたいです。ねそれれとこれ えとまあ、民法あそれからちょっと災害について皆さん言うとさほら番組でもやったけど。うん ハードウェアの方に依存してたことが今回の災害が大きくなった一つの原因でもあったという話はしましたよね。ん問題ですね確かにハードウェアは一定の役割果たしたんだけどすごい壁を作っているようなところっていうのは壁に依存するがゆえにソフトつまり避難訓練やったりとかいろいろ知識をつけたりするっていうところが後手に回ってたところがあったのでむしろ今やんなきゃいけないのはハードウェアに依存するよりもむしろソフトの方だって話をしたところなんだけどまあこれは一応ハードやっぱり うんまあ、コンクリートから人へ人からコンクリートへみたいな言ってこれはもうあ,のあれですね恩返しの,の、えー、相続差別が改正になったこれはもうあのずっと言われてたことなので、まあ、日本ある意味です、ね、世界の恥 ととえるるよよううな、ね、生まれにっって差別を受けいこがしかし一体としてね改正されるべき戸籍法には手がつかなかなったんです、ねはい、戸籍法は出生届を出す際に、うん、その婚外子であることを明記しなきゃいけないっていうのがあってそれもなくそうという話だったんだけど、うん、そこは自民党の言い方として自民党の保守派の反対によって戸籍法の改正,あの改正は見送られたと。で、えー、つまりその婚外子であることはわかるけど相続差別はされなくなったというまあ ことで婚外子は引き続き婚外子であるという,いうこ,とことになってしまったんだけどこれもう一か国はもう散々言ったからこれがなんか日本の何ですかあのこ結婚制度を崩壊させるみたいなので宮内さんはっきり言いましたよねそんなもので成り立っている結婚制度ならやめてしまえって言ったていもういいでしょうその, <laughs> その一言に尽きるでしょう。<laughs> これれはあのあれですすネ,ネット販売を可能にするまあ これは面白かったですねネット販売可能になったのに可能にするってことに対して、えー、もう絶対こんなの駄目だっていうの一方で一部例外になったら。 例外なんか冗談じゃないっていうのとどっちからも叩かれるっていうね三木谷さんとかあの健康コムの,あの、えー、後藤さんつったっけなんかはとにかく一部例外になってるのがありえないとそうあのアイテムでいうとごく一部なんだけど金額でいうとね、うん、全体の3割近とは大きいんですけどね、はいうん、ただまあいずれにしてもこれはあの薬剤師の在り方のね要するにじゃ対面でやっててちゃんと薬剤師がそれやってきたのかっていうようなこととか <laughs>、ね、あるいは自民党も含めて今議員の中に薬剤師出身 っていうのがものすごく実は数が多くてそれが一つのまあ何て言うんですかその利益集団を作ってるっていうような面も含めてですねただ同時に僕らはこれむしろそっちに力を入れて報じてきましたけどやっぱり薬害は現時点でもあの一般の,その市販薬でも起きていると。 い思った以上にたくさん起きていると。うん、で、さらにこれがこのような形でネットで自由に買えるようになればね、利便性の方はわかるんだけど、同時に結構それがもっと増える可能性があるっていう意味では、あの死亡例もあるっていうことだったのでね、ちょっとあのそこはきちんとやんなきゃいけないなというふうに思います。まあこれが逆情法ですよね、うん。まあその辺でいいとして、ちょっと僕ね、うん、申し上げたいんだけど、今回こう全体としてね、実は日本のね社会をあの中長期的に どういう風うにしていきたいのかっていうことにやっぱ関わる問題がね、うん、あの反映したものが多いと思うんですよ。すねすね、もちろん電力もそうだし薬事法もそうだし生活保護もそうですよね。うん、でね、その特に僕薬事改法改正なんか象徴的だと思うんだけれども。 例えば今アマゾンドットコムがですねどん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 大きくなって最初本だけだったけどそれ以外のものを含めてですねまさに対面販売のお店ならざるネットの e コマースでものを手に入れるようになりましたよね。でお店はどこも戦々恐々としてるんだけどもしかしまさにお店って対面販売できるからあのコンビニとかを含めてねあの昔のお店みたいにあの だってお店屋さんに相談してこういうの欲しいんだけどあったらこれがいいねとかねいやそれはねちょっとやめてとかいいよとかねあのそういうやっぱりコミュニケーションをねその売りにしていや多少ネットよりが高いけれどもそこに行くといろんな知恵がつくとかあるいは楽しいとかねやっぱりそういうふうな方向性に向かうかどうかっていう問題を 実はハイブリ持ってるじゃないですかでその今の時点でのね薬剤師あるいはその店舗でのねもの物を売る活動の,その現状を前提にしていやそれだったらやっぱりネットの方がいいわいやそれじゃとネットで泊まれるか困るからネット反対じゃなくて。 そそそこはううですよそうなんですそうですよなんね今がダメだからこっちでいいの今がダメならよくしようよなぜかならない今どうせダメなんだからこれでも一緒でしょはい、はい、っていうふうに言っ,言ったよね今回ねうん、うん、今ダメだって分かってるんだったらいい,い方にしすればと思うんだけど。うん ちょっとだからそこの議論がもう敗北主義っていうかねうん、うん、もう今ダメだしもう良くなりっこないんだからうん、うん、だったら、ね、ネットにしちゃったってデメリットはもう今,今と変わらなくてメリットがあるじゃないっていう風になると<う>だからちょっとこのこ今回の本編とかかあの関わるけどねいわゆる、まあ、日本でよく言われるところのアメリカ的な社会うん、うん、でアメリカにも実は古きわけアメリカあるんですようん、うん、その,あの対面販売的なアメリカって絶対あるんだけど確かにアメリカはそれを急速に失って、まあ、特に冷眼。 急速にそれを失って中間層がなくなるっていうのとこうしてですね貧富の差がはっきりするっていうのとこうして急速に失っていって今でいうとこのアメリカ的社会っていうのはそのまあ80年代以降にアメリカが向かっていった方向なわけですよね。でどうもついにそこにうんあのはっきりと舵を切ったのかなっていう感じはいろんな意味であのします。ただねね面,面白いってのは変だけど例えば宮さん、ね これななんんかは、ね、やっぱ自民党なんですよ例えばこれタクシーのねこの法案今回通ってるんだけど要するにこれタクシーの数が多くなりすぎたからもう競争大変なんで数を減らすとってことは、まあ、いつからこれちょっと施行されるのか僕ちゃんと見てないけど、まあ、例えばタクシーを利用する人にとってはタクシーの台数が減って拾いにくくなる可能性はあるんですよ。それからタクシー会社はすごく競争が少なくなって儲かるようになるっていうことだったりとかねやっぱりまあ,ある種利権的な要素もすごく強く出ていてる。 だから利権は残したまんまでもなんか対面販売的な良きものがない方に向かっていくというと、うん、なんかちょっと最悪の組み合わせに思,、うん、思えるんだけれどもね、うん、いやさあ皆さん1点だけこれだけやらせてください、えーとね、今回、大事なあの条約の承認がありました、えー、障害者の権利に関する条約これはですね実はなぜ大事かというとあのずっとペンディングというかずっと問題だったんです。これはあの条約自体がですね元々 えと2006年の国連総会の採択だったんですね。で2007年に日本は署名していたんですが、えー、日本はその批准するのをむしろその障害者団体の,あの要望で見送ってきたとなぜならば全くこれに見合ったような制度が国内でできてないからそんな形だけそんな批准されても。 だめだということでその制度をですね整備をまあ、えー、少しずつ進めてきてまあ僕は十分かどうかっていう,っていうのはあのあまだまだ議論があるとかと思いますけども今回これを、まあ、その署名あの批,准批准法案をですねあの再あの可決させたっていうのはちょっと僕は今回の国会ではすごく重要なところだと思うちょっとねえっ、ー、とそれこそ宮根さんも親しくしているあの福山哲郎参議院議員がですねこの 問題について、ちょっと重要なあの発言を、えー、参議院の委員会でしているので、こちらをご覧くださいまさにその雇用分野は、えー、障害者の自立や社会参加においては、非常に重要なところでございます、えー、事業主の合理的配慮の提供について、厚生労働省さん、えー、国内的にはどのように今後、担保していくおつもりでしょうか、お答えいただけますでしょうか。厚生労働省 職業安定局内田高齢障害者雇用対策部長、はい、あの改正障害者雇用促進法におきましては事業主に対して当該事業主と雇用関係のある障害者に対する合理的配慮の提供を義務付けたところでございますあのこの合理的配慮の具体的内容につきましては同法では 公益、労働者、使用者、障害者の4社で構成されます労働政策審議会で検討を行って指針として定めるということとされてございます厚生労働省としてはこの指針が定められましたら広くその周知を図るとともにその履行確保を図られますように適切に対応してまいりたいと考えております福山哲郎君確保されますように適切に対応していただきますという中小答弁が一番危ないんですね あのそれは半分やるかやらないかは相手任せみたいな話になりますので、高齢者さん、そこはしっかり権利条約を批准するんですから、ちょっともう少しなんか言ってください、はいはそれでは、力を込めて厚生労働省職務安定局、内田高齢障害者雇用対策部長。 はい、あのまさにその具体的内容につきましては、今あの、有識者を集めての研究会等で議論をしておりまして、さらに審議会で検討して、えー、浸透したためとことでございますがあ、それをきちっと事業者に守っていただくように、私ともしてあの一生懸命、えー、交付していいいたただきたいと思います福山哲郎君、ありがとうございます、よろしくお願いいたします私、33条は非常に重要な条文だと思っておりまして、まず33条1項。 ディズニーエイト・ワン・オア・モア・フォーカル・ポイント・ウィズイン・ガバメント、一つまたは二つ以上の中央連絡先を政府内に指定すると条約にあります。我が国において、中央連絡先は、えー、国際社会との対応窓口としては、まあ、私のイメージとしては外務省、それから各省間の相互調整ということでは、内閣府かなというふうに思っておりますが、 えー、このおフォーカルポイントについて、今どのようにお考えか、外務大臣、お答えください岸田外務大臣、えー。我が国におきましては、外務省総合外交政策局、人権人道課、そして内閣府政策統括官、共生社会政策担当付き参事官。 えー、障害者、えー、施策担当、えー、こ,れこのお2つがこれに当たるとおお考えております、えー、締結にあたっては、国連にその旨、通報することになると考えます福山哲郎君。あのこんなあの、こんなっていう変だな。委員会の審議の場で、外務大臣がフォーカルポイントの具体的なこ場所について、これほど、 あのきちっとご答弁をいただいたということに対して、えー、審議にあたってのです、ね、それぞれの省庁間のご努力と外務大臣の、あのー、ご協力、ご英断にあの心からあの感謝を申し上げたいと思います、あのそういったあ窓口がはっきりすることによってです、ねあの、いろんな国際的なところからの、あのー、連絡もきちっとどこへ、 言ったら日本は対応するんだみたいなことがなくなると思いますので、あの今のご答弁は、もう非常にありがたいと思いますそう要するになんかこう、一般論として、これこれこういうふうにしますみたいなことを歌うんだけど、具体的にじゃあ、例えば雇用に対して、きちんと本当にその差別がないような仕組みができているのか、それをちゃんとモニターする仕組みがあるのか、それが。 あのもしそういう扱いを受けた時に苦情を持ち込むところがちゃんとあるのかとかそういうものが担保されないまま精神論としてねもう一般論としてそれがあのしませんみたいなことを言ってるだけじゃもうそれは本当にあの空理空論なのでっていうことで、まああいう質問もあったわけだけど、えーまあ、最後の答えなんか見ても、まあ、これからまだ有識者会議でっていうようなことなので僕は本当にこれが十分かどうかわからないんだけど結局ね こういういことを小さなあのこんないろんなお嬢の中の一個かもしれないけど一個一個きちんとやっていくしかだって今回ね秘密保護法が問題になった一番大きな理由は実は情報公開法や公文書管理法をきちんとやってきてこなかったっていうことが結局ここに来てけけ出ちゃったわけでしょそこでもう秘密保護法反対って騒いだって、まあ、じゃ若干後の祭りなわけですよね。やっぱり今まで そのね情報公開法をきちんとやっぱりそのね改正するとかねそういうことを問題にするチャンスってのはあったわけですよ多分注目はされないけどそんなに普段やってたらねでこういう一個一個をきちんと積み重ねていく以外に結局は世の中を変えていく方法っていうのはないのかなとである時になんか大きなそのねトリガーになるようなものが来,た来てトリガーを引っ張ってそれで変わったっていうふうになるんでしょうけど実はそれがいくまでの間に積み重なってきたまたまそれがそのターニングポイントのところに。 巡り合わせてきただけだというようなものだとすればこうしたことを一個一個きちんとやっていくということが大事なのかなというそのねこのことについて以前乙武さんとね銀座の炒めし屋でですねちょっとしたバトルがあったときにここでもラジオでも言いましたけどたまたま日本のねウィキペディアを見たらノーマライゼーションについての説明がね乙武さんがレストランとの間にそうですよね権利いうのはね。 あのう、ちょっと古典的な話だけど、統治権力に対して主張するものなんですよ。ただね、権利を獲得するプロセスを考えてみると、統治権力に対して、あのこれを守れと、これを助けろっていうふうに要求してそれを飲ませるプロセスで、市民たちが連帯をしているんですよね。つまり、権利要求っていうのはですね、市民たちが行って、それに応えて、あの権利が獲得されるっていう状態になるっていう歴史が。 あるんですねでこの場合ですね障害者の権利に関する条約って外から来ているものですよね批准ね批准するしないっていう問題ね,ね、まあ。形式的な問題はちょっと横に置くと実質の問題だけ言うと、うん、あの僕たちがね統治権力に対して障害者の権利をちゃんと守れサポートしろっていうふうに、うん 自分に要求するのかかどうか要求しているのかどうかっていうねそこが実は問われていることでノーマライゼーションというのもですね行政が扱いを平準化して一般市民として暮らせるようにするということを以前に行政にそういうことをさせるべく自分たちが普段から、ね、その障害者あるいはさまざまな問題を抱えた人間がそれでも普通に、まあ、障害を持っていない人と同じように生きていけるように あのまさに得ですねバーチューですよね自発的にスっていうふうにですね手が伸びるかどうかっていう問題と表裏一体なんです、ね、普段からそういうようなこと、ね、そうなんですねで俺たちがそれはできないので行政がやれみたいな話だったらねやらないよそんなの、ね、つまりそういう要求はあのなんて言たい,いんだろうないくらでも足元見られちゃうわけです不合になっている、ね、そういうことですよねそういう要求ね だから僕はやっぱ先週の番組で最後に紹介した西山さんの言葉を今回ので国民の知る権利が損なわれるというふうに我々は言っていると西山さんがに我々は本当に知る権利を行使してきたのかとそうですね,ねそれもしてこないできていざ何か法律を通されそうになったらば知る権利が何とかって言ったって説得力ないじゃないかとでそれは西山さんの声はやっぱり我々がそれを行使してこなかったことの まあ帰結がこれなんであればこれから行使するっていうことですよね、そうすることによって今回の法律は、まあ、むしろギャップを埋めただけかもしれないので今度はこっちがさらにその前に出ていくことによってこんな法律なんていうものを例えば無力化していくとかねそういうことがまあできるようになってくるのかもしれない、ただとはいえやっぱり1回できてしまうと付き合いは大きいですね。そそううでですよ 1> 1回何かができてしまうと やっぱりそう簡単にいけないだからそれを自分たちにと突きつけられた問題なんだというふうに感じるかあのあ安倍がばかでどうのこうのでひでえっていう話で終わるかっていうところが今回の、ね、やっぱ最後はポイントかもしれないですね。うん、あのまあね TPP とは違ってねその上位の条約や憲法があるわけではないから安倍さんがねあのいなくなればこの特定秘密保護法も変えられるはずなんだけれど先ほど申し上げたことを皆さん思い出していただきたいんだけど。 のこれを適正化するということはね今までの行政官僚の営みから見ると不利益変更なんです行政官僚にとっては不利益な方向への変更になるのでそれを行政官僚に飲ませるために必要な手順というのは国民の巨大な支持とその巨大な支持に乗っかった政治家の,その適切な権力の行使なんですね。それができるかなものすごい 強大なポリティカルウィルが必要だってことですよね。そ,ねそれをね、うん、うん、それを一ミリ進めるっていうね、うね引くのはいくらでも簡単にできるんだけど、1ミリ進むのは大変ですよね。<laughs> うん。ただまあこれを一つの木にするか、うん、それともまたもう一段次のがやられないと、もう一段殴られないと目が覚めないか、これで目が覚めるか。 といいうところかもしれないで,す、ね、ですね、うん、あとちょっと最後にあの、ね、先ほど申し上げたことあのどこの国でもね何もかもよく分かってない人たちがね感情のポリティクスにつられて、まあ、ピーチクパーチクいう状態になってそれがやっぱりすごく問題になってるんですよあの政治学の世界ではね。でじゃそれを回避するためにはどうしたらいいのかっていうことをやっぱ絶えず考え続けるということがねやっぱり必要なんですよあの、ね。何も知らないくせにピーチクパーチク言うなっつったって言うんだよ今インターネット社会だからさ。でその人間たちが実際投票権行使するんだよ。うん ね、だからそれこそそういう人間たちに対して僕たちが感情的に吹き上がったところで全く意味がないんですよねそういう意味では「あの何も知らな、ね、いくせにピーチキパチキ言うなよ」じゃあ止まらなくてそういう人間たちがいろんな問題を抱えていてもそのうくつが感情的表現になって政治に反映されないようなこちら側のねやっぱり営みをちゃんと作っていかないとダメっつうことですね。うん,うん、うんうん 結局、最後はそれぞれ、まあ、民主主義というのはそうなんでしょうけど自分に返ってくるということですよね、自分がのこれからの行動が問われているということですよね、まああの、私自身も肝に銘じたいと思います、はいまあ、ちょっと一連の,あの秘密保をずっとやってきて、まあ、一つのこれが節目になるんだと思います、ただ今後です、ね、できる範囲でその、まあ、これ、ね、1年以内あの、あれなんですよ、思考なんですよ、か月から。 その間にいろんなことがあるでしょうしそれから、まあ、実際に現,現在現時点でも秘密保護法と同じようなものが運用で行われていることには変わりないんだから、うん、その間に例えばねもう一回情報公開法を民主党もね今回のなんか国体レベルの話じゃなく,なくてね出せよとじゃあ情報公開法の改正をねそれからやっぱりあの公文書管理法の問題点というのもこれを機に洗い,ながあの洗い出せばですね 今回の秘密保護法の,その弊害はずいぶん小さくはなると思うんですよね、ただ、まあ、法律自体味はもうちょっとおかせないところが出てきますけどね、なのでその辺が次の課題で、多分地味であんまり注目されないからいや、本当にやるかどうか僕は分かりませんけど、われわれもそれはしっかりとあのウォッチしていきたいなというふうには思います。まあ、一応秘密保護法はそそんんなところでい,いかなさんそうですねあのブログに書いてあった、うん あの秘密保護法の中身が、ね、その細かいところはどうあれ僕たちが捜査機関つまり警察や、ねうん、特捜検察の,その捜査活動を適正化するようなそのチェックの仕組みやチェックの意思を持たないと、うん、結局は無駄、無理、うん、何を言ったって今まであるいはあの今までよりかは悪くなる可能性が高いということですよね。うんうん、でチェックに関して言えば、うんうん 今の民主統制は一応、指揮権とそれから検察の人事は実は内閣がやっているのでその2つは本来であれば民意が反映されるはずなんだけどそこが行使されていないということなんですよね。でそれでいいのか十分なのかっていうのは別問題だけどそもそもそれを行使しろっていう要求を僕らしていないですからね、うん、法務大臣が一般指揮はできるわけだから、ね、やっぱりあの可視化の方法はおかしいだろうと。その 有罪立証のためだけに可視化をするなんてね話が全然もう本末転倒になってる、うん、でもそれをやってる全然指揮権が指揮権って言わなくてもいいですよ全然そこに法務大臣からの指揮がないわけですよでもまあね左翼が指揮権を発動に反対してきたっていう馬鹿げた歴史もあってね困ったことになってるんですよねこれがねまた、うんまあ、指揮権っていう言葉が言霊ですからねまたねうん <laughs> 指揮するのは大臣で大臣は日本の場合朝鮮内閣じゃないですから議員内閣制のね内閣で首相の下で一体となって行動しているわけだからねその内閣を組織したのは与党ですから与党を選んだその国民の責任はとても重大なんですよね。ということは逆に言うと国民がその重大な責任を果たすためには自分の選んだ与党が組織した内閣の大臣が指揮権を発動して どこが悪いの、っていうことになるわけですよね。むしろ試験発動せよって言わなきゃいけないわけですね。ううすねだから、そこが。うん、まあ、結局は、最後は自分に戻ってくるっていう、もう一つの、ね、あの、事例でしょうね。はい、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、えのこはここまでにしたいと思います。それでですね。うん、えっと、最後告知です。あの。えー、恒例になりました。年末の丸劇ライブ、今年は。12月の21日、えー、いつもの通り新宿ロフトプラスワンでお昼ですね。 時、えー、時半場13時開演とということで、まあ、ちょっと今回は、えー、こんなテーマ設定にちょっとまだね法案がどうなるかも分かんない段階で決めたのであれですけど、まあ、こ今年はベノミックスと秘密保護法の1年でしょう今年はねで。ただ問題は その次だとこの次に我々がどうするか、えー、ということだという意味で、まあ、その次に来るものそれからその次に待ってるお化けもいますのでねそれも含めてその次に来るものという, <laughs> いうようなタイトルにしました。で「前売りのは、えー、12月8日からのようですね8日からだから日曜日、まあ、この番組、えー、と7日に上がってますので、えー、8日からということで、まあ、日本でのパールハーバーの。 日ですけれどもね、えー、ということなので、ジョンデノンの日でも常にありますね。<ひ>そうですね、うん、ジョンデノンの日ですね。えー、ぜひ、えー、まあお,そお誘い合わせの上、うん、でまあいつものことですが宮根さんからどうぞ。いや、<laughs> <laughs> えっとですね、なんであの男性ばかりなのかっていつも思います。<笑><笑>えっとねこれはなんかやっぱりジェンダーバリアが感じられますよね。 でね、こういう問題に女性が関心こういう問題っていうのはねつまりアベノミクス秘密保護法みたいな問題に女性がもっと強い関心を持っていただかないとやっぱり政策的なその,決定そのもののにやっぱジェンダーバイアスが必ずかかるわけですよ、ね、でその意味では何としてでももう少しそのその性別的なそのインバランスが適正化されることを望むのでまあできればお誘い合わせの上 その時できるだけ女性が増えるようなお誘いをしていただけると嬉しいなと思います <laughs>、はい、と宮,宮台真司が強調しております。うん、はい それも含めてぜひです、ね、あの皆さんあのお時間があればいらしてください、まあ、年に1回今ライブそれで今年はあの何百回記念というのがなかったんですよこれだからまあ年に50回ずつしかやらないから今年は今660回あ状でがだからまあ大体今年は610回から660回くらいまでが今年で700回が来年やると。 うもうすぐ666回という大面の吹き抜きですねそこで何かやるかはカンパッチくらい作ってもいいですよね、はい、666でね、はいまあ、いずれにしてもあの次は700回までキレのいいところが来ないので、はい、あのその意味では今年はこれが唯一のライブ丸劇ライブになると思いますのでもう 10, 10回目かな,なんか随分やってるんですけれども来年あのぜひ来て頂ければと思います。 はいそれではどうも長い時間お付き合いありがとうございました。それでははい